ラリーガ第24節、バルセロナ対カディスが現時間21日に行われた。試合は 1-1 のドローにしまった。今シーズンのバルセロナはDAZNで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、このみで、ドローとなったバルサは、リーグ戦8連勝をしたが、偉大な記録が生まれた。アルゼンチン、FW、リオネル・メッシが、バルサの選手としてが最多出場を記録した。クラブの公式サイトによると、メッシは、カディス戦で、バルサの戦として、リーガ通算506試合出場を達成。505試合のCBCを抜く偉業を達成した。また、442試合で MF1 レス・イニエスタが3番目に入っている。さら、この試合に先発したセルヒオ・ブスケッツ400試合出場を達成した。両